このコンテンツは音声だけでお送りします。はい、今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。と今日年中組ではとホールの方でだし味クラブの方を行っていきました。で、鰹節と煮干しと昆布の3つの素材を使ったんですけれども、実際にその出汁を取る前の素材のものを味見してみたりとか、その実際にそれを出汁を取ったものを出汁汁としてこう味見して飲んでみたりとか、なんかそういう風にして子どもたちと楽しく出汁について学ぶことができました。で、出汁を取る前の素材の味見のした時に、例年だとこうあんまり、ん?みたいな、不思議な、いつも食べてみて不思議な顔をするお友達が多いんですけれども、なんか今年の子は、今年のお友達はなんかみんな、なんか美味しいっていう声がなんかちらほら聞こえて、あ、美味しいんだって私自身も驚いたのと、あと桃組のある男の子がなんですけれども、そのお友達がなんかその綺麗に味見として綺麗に自分の分食べたんですけれども、おかわりないのって言ってきたんですね。で、おかわりは残念ながらないんですけれども、なんかそれほどなんか素材の味も楽しんでくれたのかなと思ってすごく嬉しかったです。で、実際にそのお弁当の時にはその3つの出汁を使ったお味噌汁とかも飲んでいったんですけれども、こう全体で見るとやっぱり鰹節のお出汁の味噌汁がやっぱり人気で、こうおかわりとかも3回4回行ってるお友達もいて、なんかすごく楽しい時間を過ごせて、私自身もとても嬉しかったです。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。